15章47節から58節です。第一コリント15章47節から58節です。一節ずつ読みたいと思います。第一の人は地から出て土で作られたものですが、第二の人は天から出たものです。私たちは土で作られたものの型を持っていたように、天上の形も持つのです。聞きなさい、私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆眠ることになるのではなく変えられるのです。朽ちるものは必ず朽ちないものを着なければならず、死ぬものは必ず不死を着なければならないからです。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。しかし神に感謝すべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。ですから私の愛する兄弟たちを固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちに苦労が主にあって無駄でないことを知っているのですから。今日死の問題から解決された主が復活された日であります。キリストが復活されました。今日復活の契約、新たな始まりというタイトルでメッセージを伝えたいと思います。全ての答えと計画は続いて成し遂げられます。誰も解決されてない問題が死の問題です。その死から復活された祝福が、そのキリスト教だけが唯一に持っていることが復活説。復活の信仰は永遠であり、完全であり、絶対的な信仰が私たちの背景でもあります。復活の信仰が私たちの根付かなければ、復活の信仰を信じなければ私たちの信仰が私たちの信仰は台無しなのです。復活の信仰がなければ相変わらず罪の中に行って罪の中に生きていくしかありません。どれだけパウルが復活のことを述べているのか。すべての中にそのキリストがなければ一番哀れな
ものだと言っていました。今日復活の契約が新たな祝福となり、祝福となり新たな始まるよ、新たな始まりになるよ、祝福します。그부활하신그증거를나의믿음으로확신을가져야부활주의증거를확신을가져야할것이바로나의신앙의확신이시나게레바나리마센다른성도들이신앙생활을한다고하면서도교회를다니면서도오큰세도다치와교회에가요때이름어카카라즈되어지질않는겁니다확신이ありません믿음의확신이있는만큼신앙의확신이あれば아るほど私の人生もうまくいけます。열가지발판에대한부분들많은메시지들을들어왔고그것이우리의신앙생활의가장중요한발판이라고늘우리가붙잡고있는발판중에첫번째도다이노히니까の中で一つが何でしょうか。하나님의절대적인주권神の絶対的な絶対主権、その絶対主権が崩れてしまうと私の人生が崩れてしまいます。絶対的主権を信じれば信じるほど私の人生がいかれます。誠な人生の中に中で一番中心とすべき信仰が何なのかというと復活の信仰です。また、しかし生徒たちはその確信がない生活の中に多くの心配や不安で抱えて、またストレスを受けたり、うつ病などさまざまな病気に抱えてしまいます。またサタンが教会の生徒たちに対して冷やかしています。なぜなら復活の信仰が私たちの中にないからです。サタンは未だに教会の生徒たちを見て冷やかしています。ですので復活の信仰を持たなければなりません。私が持つべき復活の証拠の中で一つはキリストを送られた神のことが神の御言葉であるという証拠です。その証証主である神が唯一に死んだものを生かすことができます。私たちを死から生かしてその力を持つ方はたった創造主である神だけなのです。なので私たちはその方だけ見ていただければと思います。申命記6章4節です。主は私たちの神ただ一人である。またヘブリ12章2節にも書いてあります。完成者でイエスから目を離さないでいなさい。その神は私たちにとっては唯一な方であります。また絶対的な方です。その方だけ見上げていれば不可能はありません。
ピリピ4章13節です。私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。誠な神はキリストを送られて、またあの方は完全であり絶対過ちを犯しません。ピリピ1章6節です。キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです。私と皆さんは神の子供として呼んでくださいました。最後まで私たちの人生を責任を取るまで私たちを救われました。말씀하고있는것입니다두번째입니다그리스도의부활은우리를위해서죽으신분이하나님의아들이라는확실한증거입니다카미가로마서1장4절에이렇게말씀하고있습니다와나의도타미니카미노고도모뜨유각그지치나쇼코데아리마스로마쇼이쇼연세츠데스죽은자들가운데부활하사清い御霊によれば死者の中からの復活により 大能によって公に神の御子として示された方主イエス・キリストです。どうして死んだ者が生き返ることができるんでしょうか。창조주하나님이시기때문에가능하다고말씀드렸고요소셜슈대하루카미가살아날수있는가입니다그분은단순한신다모노사람의아들이아니라기카이루가고토데기카이루고토가되기마스죽은자가다시살아날수있는것입니다그래서우리인생의오직유일한구원자는그리스도밖에없는것입니다私の人生の中に唯一な救い者としてキリストが全てのことを解決されました。使徒の働き4章中2節です。天の下でこの皆に他に私たちが救われるべき名は人に与えられていないからです。またヨハネ手紙第1、3章8節です。神の子が現れたのは悪魔の仕業を打ち壊すためです。結局はアダムの後を霊的に盗みをされています。ヨハネ福音書中小10節です。全ての人生また魂に悪霊サタンによって盗まれています。そのさまざまな問題の裏にそのサタンの働きがあります。キリストによってサタンの働きが打ち壊されます。そのサタンの矢倉が崩れるよう祝福します。すべての人は死の中に巻き込まれていますが、しかしキリストによって
神の子として送られて、サタンの力を打ち壊しました。そのサタンの矢倉は、キリストの御名によって打ち壊されます。またキリストの復活は何を語るんですか？必ず約束通りに成し遂げられるということです。まずは送られてきた創造主であること、またキリストが神の御子である確実な証拠、また必ず約束されたことを成し遂げられるという証拠であります。キリストが十字架で全てのことを解決されました。コリント전서15장3절4절에이렇게말씀하고있습니다성경대로그리스도께서우리죄를위하여第一コリント15章3節か4節に聖書通りに3日ぶりまた生き返されました。約束通りに来て、約束通りに亡くなって復活されて、すべてのことを解決されました。最後に一つだけ残っています。使徒の働き一章十一節です。부지코사레르만큼모든허감의그리스도노무너져내리고신고모든막힌문들이열려지게되는것입니다보츠어도사망의문제만큼제일큰문제가어디있습니까그래서모든사람들이사실은사망앞에죽기를무서워함으로일평생신호를한다말씀하고있잖아요나가대오소레되오리인생의가장큰문제는사망의문제가나신그분이이지방신호문제에따라장차앞으로재림주로심판주로오시는데그재림주로심판주로오실그부활하신주님을기다리는자로서그어떤문제도문제안된다는사실을기억하시고どんな問題でも問題にならないので新たな始まりを味わうよう祝福します。2つ目です。3つの新たな始まりがあります。復活はこの地での新たな始まりです。今日の本文47節から50節に50節に血肉体は神の国を相続できません。朽ちるものは朽ちないものを相続できません。また47節は地で作られたものもあって、天から出たものもあります。そこに属されているものは現在の中にいるしかありません。しかし天からものは누구든지그그리스도안에있는자는하늘에속한자가된것입니다믿습니까誰でも그리스도가하늘에서난자고하나님께속한자이기때문에キリストは天から出たものですので、その中にいるものは天から出たものというわけです。나의생명이하늘의생명가진자가된것입니다私の命が
거듭난 생명이라 하고요. 私の命は天から出たものです。命の中に命の中に生命の中に生まれた生まれ変わった人生であり、またヨハネ福音書3章5節です。水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。第一コリント3章16節です。神の神殿であり、神の御霊が宿っておられます。또하나님의성령께서우리안에거하고계시기때문에우리는오늘私たちは、我々はあの方と共にいる命であり、どんな場合でも新たに始めることができます。キリストの復活の信仰を持つとき、新たに始めることができます。第二コリント5章17節です。どんな苦しみ、傷の中にあったとし、どんな苦しみの状況にいたとしても、キリストの中にいれば、そのすべてのことを祝福を変えてくださるということです。その答えがなければ、傷を受けたり、続いてサタンの攻撃を受けて、その霊的問題に抱え込むしかありません。しかし、死にそうなどんな状況でも、キリストである復活の契約を握った途端、私たちは滅びることはできません。今日の55節に、死を、お前の勝利はどこにあるのか。どんな死も、私たちを勝ることはできません。どんな立場にあっても、私たちは勝利が保証されています。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。どんなことでも、私たちを どんな状況の中でも、その勝利の祝福を味わうよう祝福します。復活はこの世を生かす伝道者として生きることができる新たな始まりです。우리는열두제자들처럼내가겨우먹고살정도예수노그거걱정하고주니대시다치노요니우리모든관심이무엇을먹을것인가타다무엇을마실것인가어떻게하면성공할것인가세가지노고도데세이빠이노진세대시다우리의염려였어요그런데시카시그리스도를만난이후에는그리스도니대하타아토와それほどではありません。イエス様が弟子たちを最初に呼んだとき、マタイ福音書4章19節に、人間を取る漁師にしてあげようと言いました。また、復活されたキリストから、くださった契約は、マタイの福音書18節から20節です。またマルコ福音書16章15節にあります。結局、全世界に出て世界の人を生かす伝道者として立たせてくださいました。
우리에게 보여주고 있는 것입니다. 바울 한번 보십시오. 바울은 교회를 핍박했습니다. 바울은 교회의 것을 박해했습니다. 교회를 핍박하고 하나님을 대적하는 사람 있습니까? 그럴지라도 상관없어요. 괜찮아요. 교회의 것을 박해했다. 그래서 부활하신 그리스도를 만났습니다. 사람가 있다 또 시대모 그리스도를 위해서 생명건 제자가 된 사람이 바로 바울이었어. 자기 민족뿐만 아니라 부활された 그리스도에 대하여 이방인들과 그리스도의 ために 인치를 가게했다. 가서까지도 로마의 사람이 누구냐? 바울이었어. 오마이 마데 이때 복음을 전했습니다. 가지게 될 때 주와 여러분 연약함과 부족함은 상관없이 세상 살릴 전도자들로 하는 게 축복하신다는 사실을 말씀하고 있는 것입니다. 그래서 주와 여러분은 세상 살릴 언약들을 부활하신 그리스도 언약 때문에 가진 자들입니다. 부활의 계약을 모츠 모노데스. 정말로 전도를 위해서 기도하고 현바데 전도자를 위해서 기도하고 전도의 타미니 이노테 여러분에게 세상 살릴 기중한 제자들과 카미와 하나님께 주시게 되어 세카요 이카스 데시타치토노 데아요 이 바울이 누구를 만나시데 쿠다사이마스. 하나님께서 한 지역에 복음 전하며 기도하고 있는 아나리아를 만나게 하셨어요. 그렇습니다. 여러분이 복음 전할 제자가 맞다면은 皆さんは 복음을 전하는 대시다면은 반드시 여러분에게 세상 살릴 というのが 바울과 같은 間違いなければ 파울과 아나니아のように その出会いを 정말로 생명권 세계 복음할 수 있는 제자의 만남이 축복이 없다. その弟子たちの 出会いが なければ 皆さんの 人生は 台無しの 人生 なのです. 아나니아가 부활의 역사 가운데서 부활의 언약을 붙잡고 한 지역에서 마음을 담고 기도하고 있었는데 세계 복음화를 바울을 아나니아에게 붙였던 것처럼 우리에게도 오늘날 똑같은 그 만남의 축복을 주시게 되었습니다. 그래 여러분 기도하세요. 마시되 내가 한 지역에서 마타 파울との 대화가 ありました. 거기에 皆さんは 祈ってください. 그その 神の 一人として いなければならないと. 지난 금요 전도학교 때도 기도 점령 기도했던 말씀을 드렸고 내일 우리 근찰회 때도 先週の 메시지도 ありましたし, また 明日も 우리 하나교회에서 하나したいと思いますが, 이 지역에 빛을 비추는 캠프가 진행됩니다. 17년 만 17년 ぶりに 전도 캠프가 行われます. 우리 교회가 17년 만에 이번에 또 처음으로 하나 교회가 베이스 캠프 17년 ぶりに 전역에 복음을 선포하는 귀중한 시간들이 되었습니다. 하나 교회를 중심として 여러분 마음을 전도 캠프가 行われます. 전도자로서 心を込めて そのキャンプのために 祈ってください. 상상할 수 없었던 사람들을 붙이시는 그 만남의 축복들을 여러분 주시게 되어 있어요. 그래서 그 제자의 만남을 통해서 결국은 무너지지 않는 시스템이 되어지고 그 시스템을 통해서 하나님은 절대 시스템이 나리 하나님의 계획이기 때문에 기도만 하면 하나님께서 붙이시게 되어 있다는 사실 시스템도 부활의 언약까지 여러분이 처음하시기를 축원합니다. 아나니아가 로마를 살던 것처럼 파울과 로마를 이카시다 요니 부활의 계약을 알 私にも 수요일 예배 중에 말씀드렸잖아요. 모든 기관들도 모든 훈련들도 모든 시스템들도 4월 29일 30일 4月 29から 30まで 全生徒が集まってそのキャンプの 미働きを 우리 모든 성도들 부활의 언약을 가지고 있다면은 하나님은 여러분에게 시대 살릴 아주와이と思います. 제자들의 만남을 주시게 돼 있어. 내 인생에 가장 축복이 있다면 私 인생의 中に 가장의 축복이 あるんだとしたら 그리스도의 との 대화です. 축복 가운데 오늘까지 하나님께서 여러분을 이끌어 이렇게 이끌어 오신 인도에 오신 사실들이 결국 그냥 일어난 것이 아닙니다.
出会いの祝福はただ行われてはありません。行われたわけではありません。神様はこの花教会に仕えてから正確な神の計画を味わうよう祝福します。승리하는비밀을말씀하는언약이고요두번째부활의언약은뭐냐세상살릴전도자로살아갈수있도록하는世の中を生かす伝道者として마지막세번째입니다生きることです。また復活は永遠なその日からの新たな始まりです。キリストが모든인생은부활합니다。また来られる日は全てのことは復活されます。ヨハネ福音書5章29節です。悪を行った者はよみがえって裁きを受けるのです。その罪の償いをために裁きを受けなければなりません。しかし キリストを信じている者は、蘇って命を受け、永遠な天国の祝福を受けます。なので、私たちには祝福、その祝福が用意されております。오늘을승리하며살아가기를주의이름으로축원합니다。私たち我々は永遠なその日を오늘을승리하며살아갈수있기를바랍니다。望んで。그게무엇이냐오늘57절58절에말씀하고있습니다。우리주예수그리스도로말미암아승리를주신하나님께감사한다말씀하시면서58절에今日の本文57節、また58節、私の愛する兄弟たちを固く立て、報告されることなく、いつも主の技に励みなさい。헛되지않고오늘한모든것들이헛되지않은것을우리에게말씀하고있는것입니다。自分たちの苦労が主にあって無駄でないことを축복된상급을놓고기다리는언약이知っていて、その復活のことを成功하는待つのが復活の契約であります。確実にその日があります。그날을오늘준비하는겁니다。その日を今日を準備するのです。その復活の契約を握って今日を備えます。結論です。キリストは復活されており、唯一で絶対的で完全なる方です。その復活によってそのことを知ることができます。だとしたらどんな苦しみや絶望の中にいるんでしょうか。復活の契約を握って新たな始まりをしたいと思います。今でも主イエス・キリストは我々と共におられます。絶望の中にいるんでしょうか。その復活を契約を握っていただきたいと思います。
우리 말씀 기억하시면서 함께 기도 제목들 확인하고요. 그리고 성찬식에 임하는 시간 갖도록 하겠습니다. 먼저 기도 제목들 좀 올려주시기 바랍니다. 부활의 언약 가진 전도 제자의 기도입니다. 같이 한번 읽어볼까요? 그리스도 부활로 하나님은 반드시 약속하신 것을 이루신다는 증거를 붙잡고 새로 시작하게 하옵소서. 어떤 문제와 고통, 상처와 절망 가운데서도 부활의 언약으로 새로 시작하는 축복 속으로 들어가게 하옵소서. 우리의 믿음, 수고가 헛되지 않을 것을 믿고 그 날을 바라보며 오늘을 승리하는 축복 누리게 하옵소서. 기도 제목 딱 붙잡으시고 함께 주님께서 기념하라 하신 성찬 예식에 임하면서 말씀 붙잡고 기도하면서 함께